Bonjour les geeks. On commence au chapitre 7.滝の洞窟はこの辺りだったな。ここから北の方って言ってたっけ。帝国軍がいるかもしれない。油断はするなよ。こっちはダメか。戦闘は慎重にな。ああ、裏切り。じゃあな。エグニス、指示。おしまい。よ。これくらいは大丈夫そうだ。こんな時こそ写真でも撮っとこ。終わり。ノクト最強。当然ノクト上見て、ニフル軍だよ。サンキュー。はっ、どうだ。大丈夫か。見えてる。ちょっと。ナイスブロック。任せて。油断したら。追い詰めなのか。その逆か。やってみる。ça me fait chier d'avoir lâché une méga phoenix pour ça.車
なんか広い気がするよな。それ言っちゃう。やあ、この先に用事？現れた。帝国軍がいるから一緒に行こう。何？大丈夫、話し通してあげるから。はい、出発。俺からあんまり離れない方がいいよ。帝国兵と無駄に戦いたくないでしょ。今3人しかいないみたいだしさ。静かだね。話すことは特にない。そうだ、この先は古代遺跡だけど、君たちの目的はミスリル？話す前に分かっちゃってるし。ちょっとそこで待ってて。何するつもりなんだろう。分かんねえ。いいってさ、どうぞ。君たちが入隊希望者で訓練を受けに来た子たちだって。ルシスの王子一行でしょ。まあ、私は気ままな傭兵みたいなもんでね。それにあんたたちの正体も知らない。もう準備できてんの？え？ここで何かやるんだろう？監視ついでに手伝ってやるから。中は手強いのばっかりだよ。じゃ、仲良くやって。アラネア巡視をよろしくね。じゃあ行ってくる。お嬢、行ってらっしゃい。気をつけて。空いてるな。これで中入れるね。さあ行くよ。行きますか。珍しく前向きだな。外にいた二人は仲間？かなり慕われているようだ。どこまで続くのこの階段？もう随分下ったな。ふう、やっと終わり見えてきた。あれ、なんで明かりついてんの？まだ誰かいるのかな。まさか。歓迎は期待できない。何もなさそうだ。こっちは外れみたい。ん？On va essayer de fouiller un petit peu pour ces petits objets en particulier. Ok, bah, le truc qui est plein, je vais pas changer de menu. こっちは何かあるかな。だいぶ風化が進んでるな。なんか部屋多いな。一人で先行くなよ。行くぞ。いや、いや、何してんだよ。これで進化だ。ほら、俺一人でもやれそうじゃない？期待だな。やるじゃないか。うわ、無理。俺あれは無理。見えてる。ゾッと。状況は？心配するほどじゃない。よし、臨機応変にな。こんなものが。上見て。水面に見えるね。え、じゃあここ水の中。すごい、魚まで泳いでる。わけわかんねえな。ここは水の中。くよ、上か。い
慣れてきたな。まあな。みんな無事かい？ああ。アラネアは？こっちは調べたか？ここあのさ、崩れないって保証はないぞ。死骸とは腐れ縁だわ。どういうことだ？軍とこいつらはまあ深い関わりでね。帝国軍はここで何を？標本集め。最近はそんなんばっかよ。何の標本？死骸。死骸と関わりってさ、どんな？さて何でしょう。え、答え当ててく形式？本気でいく。やるじゃないか。ずっとおかしいだろ。だよね。やめようかと思ってさ。ねえ、軍やめたらどうするの？私はもともと傭兵だからね。部下連れて死骸合い。ほら！行くぞ！崩れないよね。そう簡単に。え、どこが崩れたの？あ、やば。また階段だよ。嫌な予感するな。階段続く、どこまで続く、ずっと続く。大丈夫か？
渡れそうだ。当然行くんでしょ。行くか。ああ渡ってほしくないそうだよ。僕も同感なんですけど。どうだ。分かれ道だね。どうすんの。宝どっちだろう。それが分かればいいんだが。行ってみるしかないか。迷わないように注意しよう。頼む。あと難しいやつ勘弁。終わった。じゃあ先に進むよ。しないでくれ。エグニス指示。仕掛ける。行けノクト。はいよ。世界的な話。また話が壮大な。
あ、広い。うーわー、大きなやついそう。戦いやすくて好都合じゃないか。C'est moi que j'utilise une Mia Phoenix encore. Ah, on est ikiteru. Ima sukke yakiniku tabetai. Yaru janai ka. Koko de owari no yō da na. Ne, Arane. Ah? Shigai to kankei aru heiki tte nani?魔導兵は見たことあるね。ああ、あれは死骸の研究から生まれたんだ。死骸から。不気味な国だよ今の帝国は。気をつけな王子。ああ、王様か。ああ、外だ。やっと出られたな。じゃあ私はここまで。まあ大変だろうけど、あんまり立場に縛られすぎんじゃないよ。騙されていたのかもしれないが、力を貸してもらえてとても助かった。そりゃよかった。全く疑り深いこと。あなたもどうか気をつけて。おう、あら、ありがとう。じゃあね、次があったらまた手伝ってやるよ。ああ、あと最初から帰りは送ってやれって言われてるから、準備ができたら船に乗せてやる。無事に済んでよかったね。ノクト、シドニーから連絡があった。なんて？レスタルムの精錬技師を訪ねろと。工場にシドニーの友人がいるらしい。ミスリルを渡せばいいそうだ。そしたらやっと船が治るってわけか。休憩が終わったらどこにも寄らずレスタルムに行くぞ。しっかり準備してくれよ。この湖もしばらく来れないか。今のうちに釣りでもしといたら。レスタルムに行くんだって。じゃあそこまででいいね。ああ、よし、準備はできた？できてる。頼むわ。はい、行くよ。うわ、あれ、赤い機体。あ、まあ、j'ai fini le chapitre 7.